子どもと高齢者の交通事故防止を基本目標に、春の全国交通安全運動が平成19年5月11日から全国一斉に始まり、阿蘇市では交通安全阿蘇の集いが行われ、参加者全員で交通事故防止を誓いました。交通安全阿蘇の集いは、阿蘇市体育館に警察や交通安全協会などからおよそ300人が参加して行われ、交通安全功労者や有料運転者4人に対して表彰状が贈られました。まず、阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長や、阿蘇警察署の福原澄則署長、阿蘇市の佐藤義雄市長らが交通事故の実例などを挙げながら、交通事故をなくしましょうと挨拶しました。アトラクションとして、熊本県警音楽隊による交通安全ふれあいコンサートが行われ、子どもやお年寄り向きの曲6曲を演奏されました。春の全国交通安全運動の重点目標は、飲酒運転の根絶などを目標に、5月11日から5月20日まで全国一斉に展開されます。ところで、5月10日現在、阿蘇警察署管内での交通事故の発生件数は47件で、死者1人、けがは68人で、発生件数、けが人とも減少していますが、死亡者は増えています。阿蘇警察署によると、事故原因のトップは脇見運転などによる追突事故が大半を占めているということです。最後に、熊本 YMCA 長草保育園の園児17人が手話を使って交通安全の誓いを行いました。